はじめまして。私の名前はケンジです。南と結婚して4年。子供にも恵まれました。彼女とは同じ職場で出会い、数年お付き合いして結婚しました。結婚当初は、毎日家事と子供の育児と、一生懸命頑張っていて、本当に感謝していました。しかし、ここ最近は、ママ友との飲み会を優先して、家事もおろそかで、何かおかしいなと思い、いろいろ調べてみると。南、飲み会まだ終わらないのか？もう10時半だぞ。南、大丈夫か？6時からずっと連絡取れないじゃないか。とりあえず連絡をくれ。なんなの？しつこいんだけど。ママ友会だって言ったじゃん。邪魔しないでよ。ママ友会とは聞いてるし、行っていいって言ったの俺だけど、こんな何時間も連絡取れなかったら心配するだろ。子供たちもお前が帰ってこないってぐずってたし、何時まで飲んでるつもりだ。いちいち状況報告しなきゃいけないわけ？ママ友たちとおしゃべりしている間、スマホいじってたら感じ悪いじゃん。あぶられたらカナとユウキがいじめられるんだよ。私は自分が楽しむために来てるんじゃないの。子供たちのコミュニティ作りしてるんだからね。わかってるけど、でもいくらなんでも遅すぎるだろ。遅いって言ったってまだ11時前じゃん。まだって、もう11時だろ。平日だぞ。明日保育園だってあるんだから、他のママさんたちは弁当とか朝ごはん作るのに早起きするんだろ。あんまり遅くまで飲むのは良くないんじゃないか。ちょっと何その言い方。他のママさんはって。まるで私が何もしていないみたいじゃない。だって毎朝早起きして朝ごはんと子供たちの弁当作ってるの俺だし、南は一番遅く起きてくるじゃないか。私は日中家のこと全部やってるんだよ。朝くらいやってくれたっていいじゃん。人をズボラみたいに言わないでくれる？ズボラだなんて言ってないけど、最近は夜だって2日に1回くらいママ友会だって言って夕食も作らずに出かけていくじゃないか。いや、今はそんなことどうでもいいんだ。とにかく、もう遅いから帰ってこい。はぁ？帰ってこいって、何その偉そうな言い方。命令しないでくれる？他のママさんたちも旦那の愚痴言い合って楽しんでるんだから邪魔しないでよ。私もみんなもすっごいストレス溜まってるんだからね。それ発散することもさせてもらえないわけ？ストレス溜まるのはわかるし、それを発散してほしいとも思うよ。でも、最近本当に頻繁じゃないか。今週何回目だよ。昨日はちゃんと家にいたじゃない。夕飯だって作ったし。その前の日も、その2日前も飲み会だっただろ。ママ友会。その辺の飲み会と一緒にしないでよ。育児の悩みを共有して、いろんな情報を仕入れてるの。これも家事の一環。いつも酔っ払って帰ってくるじゃないか。まあいい。とにかく、もう日付またぐし、これから迎えに行くから、帰ってこい。駅前か？迎えに行くから帰ってこいとか、何それ、亭主関白気取り？それとも、夜道危ないから迎えに行くとか、かっこいいと思ってる？ほんとうざいんですけど。そんな言い方しなくてもいいだろ。他のママさんたち、旦那さん何も言ってこないのか？こんな遅くまで飲み歩いてて。誰も何も言ってきてないし、ケンジだけだよ。こんなめんどくさいこと言ってきてるの。他の旦那さんたちは、奥さんの労をねぎらうことをよくわかってるんだね。ああ、羨ましい。ねぎらってるだろう、いつも。でも、それとこれとは別だ。こんな遅い時間まで、毎日のように出歩かれてたらたまらない。しかも、ただ出てるだけじゃない。店で飲んで金使って、今月のお前の飲み代いくらかかってると思ってるんだ？はあ？たかだか7万とかそんなもんでしょ？それも払えないわけ？そんな少ない稼ぎのくせに、偉そうに人に指図しないでよ。たかだかって。その金で子供たちに美味しいもの食べさせてあげようとか、おもちゃとか服買ってあげようとか思わないのか？子供を産んだら何もかも子供に捧げなきゃいけないわけ？日頃から子供たちのために何でもやってるんだから、私に自由な時間くれたっていいじゃない。他のママさんだってみんなそうなんだから、文句言うケンジがどうかしてるんじゃない？そうか。
他のママさんみんなそうなんだな。そうよ、ママはみんな息抜きが欲しいの。私何も変なことしてないよ。わかった。じゃあとりあえず迎えに行くから場所教えて。だからまだ帰らないってば。っていうか、終わったら適当に帰るから先に寝ててよ。もう遅いし危ないし心配だから迎えに行く。いいってば。子供たちだっているでしょ。二人だけで置いてく気？それこそ危ないでしょ。さっき俺の実家に預けてきた。夕飯も食べてもうとっくに寝たって。は？実家に預けたの？何それ、何勝手なことしてるの？その方がお前とゆっくり話せるだろ。それに迎えに行くにも子供たちだけで家に置いておくわけにもいかなかったし。ゆっくり話すことなんてないんですけど。一人で子供たち見てることもできないわけ？そんなんで人に説教とかしないでよ。説教なんてしてないよ。落ち着いて話をしたいって言ってるんだ。もう遅い。車で来てるから他のママさんのことも家まで送る。店の場所教えて。だからいらないってば。他のママさんたちだってまだ帰る雰囲気ないし。今誰がいるの？そんなのケンジに関係ないでしょ。確かゆずきちゃんママと、あとは誰って言ってたっけ？そう、ゆずきちゃんママ。私ちゃんと言ってたじゃん。覚えてないのに詮索しないでよ。もう一人名前聞いてたのに忘れちゃった。ごめん、誰だっけ？めぐみちゃんママ。もうこれで文句ないでしょ。あー、そうそう、めぐみちゃんだ。あと、みさきちゃんママも一緒にいたな。え？だから、ゆずきちゃんママとめぐみちゃんママとみさきちゃんママ。残念がってたよ。みなみさんも今日こそはって誘ったのに残念ですって。え、ちょっと待って、何言ってるの？誘ったけど今日も来られなくて残念。いつもご主人が帰ってきてからパートに出かけるなんて。みなみさんほんと偉いですよねって。何言ってるの？何言ってるんだろうな。俺もびっくりしたよ。夕方子供たち連れて明日のお弁当のおかず買いにスーパーに歩いて行ったら、帰り道にママ友会帰りだっていう3人と子供たちと会って、いつも誘っても来られなくて残念ですって。一緒にいるはずの人たちに言われたんだからさ。それは、今日はその。まさかママ友会って言ってせっせとパートに出かけてるなんて、家のためなんだろ？偉いよな。ほんとありがたいよ。ねぎらってこれから迎えに行くからさ。そうなのよ。パートして家計の足しにしてたの。ケンジの給料だけじゃ厳しいからさ。ほんとありがとな。疲れてるだろうからねぎらわせてよ。パート先のラブホの前で待ってるから。ラブホ？駅前のラメール？あー違った。いつものニャンニャン部屋？ちょっとなんで？あー逆ギレとかやめろよ。お前にそんな権利ないから。3ヶ月前からほぼ毎週、最近は3日に1回くらい、カナメって男とそこに入り浸ってるよな。なんでカナメのこと、しかも場所まで。お前もほんと頭悪いよな。どうせやるならバレないようにやれっての。共有のパソコンで浮気相手とやりとり残してるとか、どうぞ見つけてくださいって言ってるようなもんだろ。私のアカウントにどうやって入ったのよ。あのパソコンの設定したの誰だと思ってんの？機械音痴のお前がパスワードの設定方法さえ知らないから、俺が全部やったの忘れたのかよ。でもやりとりスマホでしてたのに、なんでパソコンで？お前がスマホ落とした時に LINE 見れないと死んじゃうって言ってたから、俺がパソコンにもインストールして見れるようにしたの忘れたのかよ。それを勝手に見たってこと？最低。おいおい、もっと最低なことしてるのどこのドイツだよ。自分が今何してるか分かってる？それは、カナメはその遊びだから、久しぶりに会ってちょっと遊びたくなっただけ。本当に何もないの。何もなくて週に何度もラブホ行くわけ？それはそれですげえな。本当なの。私が好きなのはケンジだけだよ。まあ俺は好きじゃねえけどな。パソコンからお前らのやりとりはもう全部印刷して出してあるから、証拠は十分あるよ。あとはここから出てくる写真でもあったら完璧なんだよな。
だからそんなとこになんていないって。じゃあこの前出てくるとこ写真に撮ったパラダイスの方か。写真？そう、だから言ったろ、証拠は十分あるって。卑怯じゃない。この世でお前にだけは卑怯とか言われたくないわ。どうせそのホテル代だって渡してた生活費から出してたんだろ。出してないわよ、お金は全部金目が。あ、ホテル代は全部金目ってやつが出してくれてたんだ、よかったな。違う、ちょっと待って、ケンジ。出てこない気か。出てきたら写真撮られてまた証拠増えるもんな。そりゃあ出てこられないか。まあ出てこなくていいけど。なら外に置いておくな。置いておくって何を？お前の荷物と離婚届。離婚届？書いたらうちに送って、俺が出しておくから。ああ、ハンコもちゃんと荷物に入れてあるから。待ってよ、ケンジ。ちゃんと話そう。話すことないって言ってたのお前だろ。俺は何度も話そうって言ったのにな。ああ、家に帰ってこようと思っても無駄だよ。もう鍵変えたから。必要なものも全部入れてあるから、一週間以内なら足りないものを送ってやる。ケンジ、待ってってば。俺は何度もチャンスをやったぞ。この3ヶ月の間も、そして今日のやりとりの中ですら。それを受け入れなかったのはお前だろ。お願い、ちゃんと話を聞いて。それ30分前の自分に言ってやれよ。1週間後には家の荷物全部捨てるから、いるもんあったらそれまでに連絡しろよ。ちなみに離婚届も1週間以内に送り返してこなかったら弁護士雇って裁判な。弁護士？ちなみに 100% お前に非があるから、弁護士費用もお前に請求するから、これ以上失いたくなかったらおとなしく受け入れるんだな。じゃあな、みなみ。ケンジ待って、ケンジ。その後1週間毎日のように LINE や電話が鳴り続けましたが、あまりに鬱陶しいので通知を切りました。子供たちはさすがに寂しがるかと思いきや、もともと大して家にいなかった母親の姿がなくなってもすぐに慣れ、寂しがる様子は一切なく、むしろ俺の実家で祖父母やいとこである俺の姉の子供たちと毎日遊べることが楽しいようで、前よりも笑い声が響いています。一週間を過ぎても離婚届が送られてこなかったので、宣言通り弁護士に相談し、トントン拍子で離婚。南と要という男両方から慰謝料を請求できることになりました。離婚して浮気相手の男に頼りながら慰謝料を支払っていくかと思いきや、慰謝料を請求されたことで逆ギレした男からあっさり捨てられたとか。弁護士から聞いた話では、日々両親からの冷たい視線と罵倒を浴びながら、肩身の狭い思いをしながら実家で暮らし、なんとか慰謝料を払っているようです。今回のお話はいかがでしたか？毎日動画投稿しますので、ぜひチャンネル登録お願いします。あなたのコメント、グッド評価、お待ちしています。